さあ両チーム入場です。ホーム赤いユニフォームのロアッソ熊本、現在13位、アウェーのファジアーノ岡山はセカンドユニフォームの白いユニフォームで入場してきました。今ホイッスル、ロアッソ熊本のボールで試合が始まりました。前に送っていきます。まあ、熊本としては注意したいところですし、岡山としてはまあチャンスを生かしたいところですね。ヨルディバイス、デュークニアに来ました、シュート、サイドネット。高いボールできました、シュート、こちらもサイドネット。サイド、最後は菅田選手、川原から前に出るところ、岡山のディフェンスがうまく対応しました。デューク、阿部海斗、前に出します、杉山、高橋が中に待っている、左足シュート、なんだ、金山が抑えました。その気が利くという意味では、まあ、かなりあの試合前、阿部海斗選手が気が利くプレイヤーじゃないかとおっしゃってましたけれども、はい、あ、そうなんですよね。あのどのタイミングで、おっと木村と絡んでいきましたね。中央シュート、左足ゴール、先制点は岡山、前半25分、に走ったことでフォアのスペース空きましたよね。そこに後ろから走り込んできた田中でした。そうですね、うん、シュートは黒木、シュートがある、坂本、もう一度黒木です、左を使いました、川原、ヘディング、右足を出していった、最後は江崎でしたね。川原、竹本を通り越して坂本、右足ヒックラン、ナイスシュート、狙ってきた、熊本同点、68分、はい、抑えた、いいシュートですよね。まずここでね、今選手が中のねカットインしたことでスペース空きましたよね。あそこのそこのね隙間を縫うような、まあ、キーパーねブラインドになって見えづらかったんですけども、よく吹かさずにねあのコースに打ちましたね。まあ本当にこのシュートなんですけども、まあ影の川井が中央に送る、井岡が足を出した、デュークボール収まる、右足シュート、危ないところでしたが佐藤がきっちりと抑えました。シュート、クロスバーの上、阿部でした。ここで試合終了、1対1、熊本のホームでの試合は1対1の引き分けに終わりました。